みなさんこんにちは、ねねです。ち、ねねです。え、ちちです。はい、GU で買った洋服を紹介します。イエーイ。今日遊べんの？友達来たので遊びに行ってきます。では、みなさんこんにちは、ちちです。テープ、どーん、どーん、どーん。ねねがお友達と遊びに行ったので、ママとキキとゴーで開けていきます。今日はね、ママがねねとキキとゴーの3人分を買ってきたの。じゃーん、ねねとキキの T シャツです。 T シャツです。これが140センチでねね用で、こっちが110センチキキ用です。かわいくない？かわいい。じゃあ次いきますよ。次はキキのズボン、サイズはね、90センチにした。開けれるかな？こう？これです。これです。キキのズボンです。はい。このスヌーピーとこのグリーン履いたら可愛いなと思ったから、これにしました。次は、ネネのズボンです。キキとね、同じ色、グリーン。 GU 赤ちゃん用のね、お洋服もね、赤ちゃん用のお洋服も売ってたから買ってみたの。じゃーん、これです。70センチ買いました。半袖だからね、夏用なんだけど、もうね、もうすぐ着れそうだから70。おーっと、どうしたんですか？かわいい。次の方のお洋服でーす。じゃじゃーん、これも半袖だから夏用だね。これでーす。分かれてんだよね。あ、分かれてる。ここに並べていきましょう。キキに綺麗に並べてもらったから、お洋服のサイズと値段を発表していきますね。まずねねの T シャツは140センチ。これです。これです。これが何だっけ、これは1290円。キキのは110センチで同じ値段です。同じ値段やろ。そしてキキのこれが90センチで690円で、ゴーのこのサロペットっていうのかな、これが1690円で、こっちの上下セットのお洋服が1990円。ねねのレギンスパンツっていうのかな、これが120センチの1290円です。以上、こんな感じでした。もう飽きてる。最初はグー、じゃん。それじゃない、自分でやる。あ、自分でやる。ネネキキチャンネル、ゴーチャンネル、じゃんけんぽい。お、今日はチョキでしたー。